丸山の八助狐このお話は今から400年ほど前の芦田の里での出来事ですその頃の芦田の人々は山から流れてくるわずかな水で米を作って暮らしていました他の他かは広い広い野原でしたしかし人がだんだん増えてくるとお米が足りなくなってきました 村人は田を増やして米をたくさん取らなければと思いました田を作るには大川から水を引かなければなりませんでもそんなことは村人にはとてもできませんそこで川下の大村駅京都から来ていたアリという役人に相談しましたアリは芦田の里へ来て 大川から水の引き方を教えることになりました。アリはすぐに土地の高さを測りましたが、川下の方が高くて水を流すことができないとわかりました。アリは村人たちにそのことを知らせ、工事を諦めて帰ろうとしました。その時、村の年寄りが、昔から この丸山にハチスケというお父さんギツネが住んでいる。また半道ばかり東の山にオマスというお母さんギツネが住んでいて行き来をしている。その獣道は水を流せる高さになっているかもしれないと言いました。アリはすぐその道を測りました。不思議なことにその道は水を流すのに。 都合の良い高さになっていました兄は村人全部を集めて溝の工事に取り掛かりました男の人はその獣道をどんどん掘り若者は石を運んで石垣を積み女の人や子供は赤土を運んで溝張りという仕事をしました工事が丸山を回ったところで不思議なことが起こりました 朝、行ってみると、昨日積んだ石垣が壊れています。積み直しても、次の朝にはまた、壊されるということが続きました。誰が壊すのだろう、と、アリは夜中に見ていました。夜更け、月明かりの中に、2匹の狐が現れました。そして、石垣をどんどん壊していきます。 その朝、アリは壊れた石垣の辺りを見回りました。すると、近くに洞穴があり、中を覗くと、狐の赤ちゃんが二匹いました。アリは、二匹の小狐をそっと出して、山の上の穴へ運びました。ハチスゲ狐は工事で洞穴が壊されると知って、石垣を壊して、 小狐を助けようとしていたのです。まもなくみんなで力を合わせ、川下までの水を作り上げました。今日はいよいよ大川から初めて水を流す日です。村人とアリは、洞穴があったところで、水が来るのを待ちました。やがて、ごーっと大きな音がしたかと思うと、 大きな波がやってきましたところがアリたちの前を通り過ぎた水はなかなか先へ進みませんたまった水は石垣を越してあふれましたそしてあっという間に石垣が崩れアリは石の下敷きになってしまいました亡くなったアリの横には小ぎつねが住んでいました アリは2匹の子狐を助け出しましたが穴の中にもう1匹の子狐が残っていたのです悲しみながら村人たちは稲荷神社を建て八菅狐の子を祭りましたその後溝はあふれることなく川下の玉で豊かな水を送り続けてたくさんの米が取れるようになりました また村人たちのために一生懸命働いてくれたアリを高倉神社にお祭りしましたアリはアリの宮として祀られています読み手は宝箱の山本久美子でした